神奈川県人権啓発センターです。今日はですね、お便りのコーナーということで、 京都府総楽郡聖華町の方からお便りをいただきました。聖華町っていうとですね、まあ京都の中でも南の方でですね、ほとんど奈良に近いあたりですね。私も近く通ったことはあるんですけども、田んぼや畑が広がってて、のどかな地域ですね。まあ京都の田舎っていうような感じなんですけど、まあ京都の田舎っていうよりほとんど奈良ですね、あのあたりは。で、それで、えー、こんな言葉があるそうなんです。えー、聖華町、放送の東、 行政番号16番。なんかこれを聞くとピンと来る人がいるらしいんですよ。行政番号16番。僕もよくわかんないんだけども、で、今の時期になると、 え、確定申告の申告会っていうのがあるんですね。まあ、これは特別なことでもなくて全国各地でね、あるんですけども、その個人事情主向けにね、申告会っていうのはあるんだけども、えー、成果庁ではですね、まあ、毎年広報誌に何日から何日まで申告会場を開きますっていうことが出るんだけども、あの、初日とこの日だけは避けてくださいっていう、まあ、そういうことが書いてあったっていうんですね。で、これって、 種を分かすとですね、えー、まあ住民税係が5人。 いや、ま、役場にいるんですけども、え特定の日だけは、童話地区の林北館に出張申告に行かなければならなかったっていうことなんですね。そうすると、えー、まあ、その人員一人、その、童話地区に出張させるので、当然その、いわゆる一般向けの申告会の会場の人が少なくなるので、まあ、その日は混雑するので避けてくださいっていうことでしたと。まあ、そういったことをやってましたっていうエピソードですね。ただね、私これ調べてみたんですけども、確かに、ね 平成27年そのぐらいまではですねあの青果町の広報誌を見ると確かにねこの日は避けてくださいって途中の日が指定してされてあります、まあ、その日がえ特別に東和地区に出張申告してたっていうことなんですね。で 最新版のね、広報を見たらね、もうそういうのはなくなってましたあ。初日だけは混雑するんだけども、それ以外は特に何も書いてないんで、まあ、イータックスも普及したし、まあそういうことを今はしてないっていうことなんですね。で、じゃあその、童話地区に対して、その税金関係、特に何かしら優遇してたのかっていうと、まあこれは一応注意してほしいんですけども、特にそういうのはなかったそうです。あくまで出張申告会っていうのを、まあ臨保館で特別にやってたっていうだけの話で、ただですね、あの、ブラック解放 企業連ですね。企業連っていうのがあって、そこがね、まあ言ってみればそのなんかその税関係の優遇をしてるんですよね。まあ、それに関してはもう国税の方なんで、えー、町の方の管轄ではなかったっていうことです。一応あの正確をキスのために申し上げておきます。で、えー、なんでこういう話をしたのかっていうと。えー もう同、童話利権撲滅のために頑張ってくださいっていうことなんですね。えー、例えば、町ではですね、あの幹部職員に、まあ、その行政番号16番の人がいてですね、ちょっと牛耳ってる、牛耳ってるような実態があったと。で あとですね、え、童話地区で生活保護を受けてる人っていうのは、まあ何人かいるんだけども、その極秘のですね、生活保護受給者の帳簿があって、なぜかね、その童話地区の人だけはですね、こうこうこういうことに注意しなさいってこと細かに書いてあったっていうんですね。まあ完全に極秘扱いだったそうなんですけども。で、その、なんか童話地区の、まあ一部のですね、えー、まあその、いかにもね、なんかもう完全に働けるようなお、 おっさんが、そう、アポなしで、町長に会えるというような実態がありましたと。ただ一方でですね、あの、幹部職員では、その、まあ、童話地区出身の人何人かいるんだけども、まあ、大変良い人もいたし、あとは、あの、 本当にね、優しいおじさんもおりましたっていうことで、まあ全員全員が悪い人じゃないんだけども、ただまあ厳然として町としてその童話地区をその特別扱いをしているような実態があるので、もうこういうのは撲滅するべきだっていう、まあそういうお話なんですね。あの注意してくださいよ。別に童話地区の人気が悪いっていうこと、意味でこういう話をしてるんじゃなくて、まあ私にこのお手紙があった趣旨っていうのはあくまでそのね、あの童話地区にね、まあ今でもこの行政番号16番ね、あの、地図で見たらもうわかるんですよね、あの人 県センターあるからあとまあ宇宙からでも見えるようなこういうあのあのにあのね公営住宅なんかあるのでまあこれは別に隠しようがないわけですよだからこういうその 町としての特別扱いをやめてくださいという、まあそういう趣旨の、これは、あの、お手紙なので、あの別にその、そこに住んでる人の全員がおかしいとか、なんかそういった話をしてるわけじゃないですあ。あくまで町がそういうね、アポなしで生活保護者を、あの、町長に合わせるようなのがおかしいんじゃないかっていう、まあそういうね、特別扱いに対する問題提起っていうことなんで、そこは、あの、注意してくださいね。で、えー、それ以外のエピソードとしては、 ブラック解放同盟京都府連合会の、えー、大会が京都市で、えー、毎年ありまして、えー、各課で動員の割当て表があり、役場職員が動員されますと、えー。公用車に乗り合わせて京都市内まで行きますと、えー。出張手当と解放同盟に支払う資料代も予算から出ますと。 えー、壇上には府内の市長や町長が多数座っていますと。で、えーまあ、こういった資料を捨ててしまったのが悔やまれますと。えー、だからあの、こういった大会に参加する方はちゃんとあの録音してですねで、資料なんかもしっかり保存しておくように、えー、すべきじゃないかと。まあそういったお話ですね。ということで今日はですね、えー、あの京都府の,あの総楽軍清華町の方からのお便りをいただきました。